10月24日栃木県の宇都宮市森林公園でアジア最高位を誇る2010ジャパンカップが開催された。世界トップクラスの選手たちの走りを一目見ようとおよそ7万人のファンが詰めかけた。注目はこの選手、日本人初2年連続ツールドフランス完走を果たした荒城幸也。この期待に応えられるよう頑張ります。頑張るだけです。対する国内外の強豪選手たちもこのレースにかける思いは強い。今日は本当結果を狙った積極的な走りをしたいと思ってます。Not really. I'm just going to see what happens and try and make the right decision at the right time. They choose the right tactics and then, we'll see. Then 14 teams, 69 の選手がスタート。コースは世界レベルのアップダウンが続く全長 151.3km。 レース序盤、日本人選手が中心となった9名の逃げグループが形成される。それを追うメイングループとの差は最大1分35秒。期待のかかった荒城もこの中で息を潜め次の展開に備える。逃げ続ける9名、しかし海外の強豪数チームが集団をコントロール、決定的なタイム差を許さない。そして7周目、レースは一気に動き出す。逃げグループを吸収し再び一つになった集団をコントロールするのはガーミントランジションズ。直前のレースで思うような結果が残せなかったチームに勝利をもたらそうと早い段階で積極的にペースアップ。9周目、ガーミンのダニエル・マーティンがアタック。3周回を残して仕掛けた彼の動きに反応する選手は誰もいなかった。チームに勝利を、彼の長く孤独な戦いが始まった。一方、逃げるマーティンとの距離を詰めようと荒城が力を振り絞りアタック。ジャパンカップでの勝利に燃える日本人選手たちの追撃を跳ねのけることができるのか。結果、後続と57秒差。ダニエル・マーティンが文句なしの走りで世界の強さを見せつけた。およそ3周回、距離にして37キロにも及ぶ独走劇。世界が注目する若き天才レーサーが今シーズン最後のレースを最高の形で締めくくった。はい、僕は早すぎるかなと思って待ったんですけど、全然そんなことなく彼はそのまま独走し続けて最後まで行ったので、彼は強かったです。I'm pretty tired, but no, I'm super happy. I mean, it was a fantastic race, really hard. I think maybe I attacked a bit too early, but I think I got nervous because being the favourite and everything, it's obviously a lot of pressure. But yeah, luckily I was strong enough to hold off and enough to go to the finish, so I'm super happy.